疲れた。はい、ということで、ですね、今回は109回下田市国家試験に教え子を 100% 合格させる重圧についてですね、お話ししていきたいかなと思います。はい。まずですね、動画ですね、を、国家試験の1日目、2日目、そして終わった、まあ、今日なんですけど、ずっと撮り続けて、そして発表を通し続けて、マジで疲れてるっていうね。やっと落ち着いたんで少し、この動画を撮っております。で、プレッシャーについてですか。まあ、ありますよ、普通に。ですね。まあ、国家試験の、まあ、教え子を、まあ、合格させるということで、まあ、それだけだったら、まあ、普通なんだけど、まあ、ちゃんと、100% 合格させるっていうのは、人数が増えれば増えるほど大変になっていくし、まあ、しかも、受け入れないとかないので、基本的に、お願いをされたら全員引き受けるっていうのは基本としてるので、まあ、その中には、本当に、お願いされた時、その瞬間に、あ、この子は厳しいなって思う子って、まあ、それ普通にいます。はい。いますし、まあ、だからといって、まあ、ごめんなさいって言ったことはないし、じゃあどうしようかっていうことを考えて、まあ、なかなかね、きついんですよ。まあ、しかも言ってるからね。なので、まあ、その1年が、終わって、まあ、毎年この動画というか、やってるんですけど、すげえ疲れますね。はい。また、終わりがない感じのエンドレス感なんですけど、まあ、国家試験が、まあ、終わったら次110回、次111回みたいな、ね、まあ、そんな感じで繰り返していくので、どこで休むのっていう感じなんですけどね。なかなか、まあ、きついとしか言いようがないんですけど、また、わかるかな、そのきつさ。自分が、一生懸命勉強したりとか、不合格になった悲しみみたいなとかだったら、なんとなく、気持ちとか、わかる人多いかもしれないけれど、人を受からせる全員っていうのをずっとやってくるとか、そういうのって多分経験しないと思うので、そのプレッシャーというか重みというかは多分全ては分からないと思うけれど、かなりきついです。はい。まあ、その人の、道というか、運命というかが変わってくるので、それが合格なるか不合格なるかで。で、もともと不合格が確定していた人を、運命をねじ曲げて合格させていくので、ということは逆に言うと、合格するはずだった一人が落ちるってことだからね。なので、そういったこともいろいろあるんですよ。本当に100人を受かる見込みがなかった100人を合格させるっていうことは、受かるはずだった100人を落とすことだからね。なので結構ね、まあ、そういったことも入れつつ、まあ、結局どこに落ち着くかっていうと、自分のことを、まあ、私のことを頼った人間は救うっていうことの一点ですかね。これが1万人ぐらいダーンってきたら、まあ、絶対全員救えないからっていうか無理だし、1日だってさ10通ぐらいするとして1万人対応したらさ100万通メール打たないといけない、不可能でしょっていう。
感じなので、だから、うん、まあ、そういったのを毎年感じつつ、まあ、よっぽど自分自身でやった方が楽だわとか思いつつね、まあ、一人一人勉強の最も適した方法とは違うので、まあ、そういったのをちゃんと見つつ、その人の、まあ、一番最大の、点数を叩き出す、相関的にね、しなければならないと。そして、まあ、絶対的に、全てのことを言うこと聞いてくれる人って全員ではないので、途中で辞めちゃったりとか、で、もしがいい結果だったから、あとは自分でやるから大丈夫だわと思って、途中で抜けて、次回の模試受けたら全然点数上がんねえみたいな、そんなね。なので、まあ、1年間丸々の計画、そして途中から入ってくる方もいらっしゃるので、まあ、そういう方も、ちゃんと今までの勉強は何してたかっていうのをちゃんと分析して、じゃあ何が足りないのか、何が、点数を伸ばせない、その要因は何かとか、その人の性格とか、勉強時間とか、うん、間違った勉強していないかとか、そういったのを、まあ、全て考えて、じゃあこの人の最適なものは何かっていうのを常に考えて、一人一人違うんでね、やっぱり生き物なんで、近いそういったパターンとかあるけれど、本質はやっぱ違うんで、まあ、そういったのを見極めるのってやっぱりやってないとできないので、経験とかそういった状況にずっといる人間じゃないとできないので、まあ、それは、5年間やった私がもう身をもって分かってるので、まあ、これができる人いねえよって思いますね、うん、いないと思います。はい、ここまでなんか追い込む必要ねえやんっていうね感じでやっております。なんかダラダラと話してますが、まあ、こういう感じで話すのが久しぶりで、ちょっと久しぶりで、ずっとねスライド等作ったりとか声入れたりとかが、まあ、すげえ集中的にやってたので、まあ、その話はまた別の動画で話すんですけど、なかなかそれもきつかったり、あとは、まあ、相談質問とかがすげえ飛んできたりするので、そして1年間だったら現役生だったら 100% 合格できる、させることができるし、国試浪人生であれば 94% かな、合格させてあげられてきてるので、そして107回までは 100% だったんですね。現役生と国試浪人生全員受からせることができていたんですけど、まあ、108回で、パーセント割れてしまったので 100% が崩れてしまって、絶対に合格させるっていうことが言えなくなってしまって、まあ、そこから切り替えての109回だったので、まあ、なかなか力が入りましたね。なので、まあ、この人無理だよなって思う人も受からせなければ考えてたし、まあ、本当に統一模試3の結果で連絡来て、ちょっと教えてくださいっていう人もいるから、まあ、アドバイスのみの人もいるけど、もちろんなかなかね、模試3の後ってもう1ヶ月ぐらいしかないから、1ヶ月で伸ばさないといけなくて、もうねきついですね。その1年間かけての合格スケジュールと短期間の合格スケジュール全然違うからね。その人の勉強の仕方とかもあるし、今までの勉強の中身とかも違ってくるんで、まあ、そういったのも考えてやっていて、今ここにいます。そしてめちゃくちゃメール等連絡来てクタクタで、この100回ですね、109回ですね、プレッシャーから一旦少しだけ解放されたなと思います。はい、そんな感じで、それでは薬剤師国家試験攻略メソッドと薬剤師国家試験攻略予備校は、
無償で運営しているため、続けていくためには皆様のご協力が必要です。 YouTube のチャンネル登録と X のフォローをよろしくお願いいたします。